皆さんこんにちは初めの一歩テクニカル分析用語集といたしまして日本テクニカルアナリスト協会副理事長をせつっております中村が用語集19への解説をさせていただきますよろしくお願いしますまずはポイントアンドフィギュアとはまあ聞き慣れない用語かもしれませんがテクニカルやチャートを学んでいる方はこのポイントアンドフィギュアは ご存知かと思われますこのポイントフィギュア値、えー、動きのみを描画する、えー、非時系列チャートの一つでございます、えー、ですので横軸はですね、えー、大きな値動きがない限り、えー、更新されないチャートになりますので普段皆さんがご覧になられているチャートとは若干、えー、横軸が異なると認識してください、えー、まずはポイントフィギュア こちらは1930年代に米国のビクトール・ド・ビリエ氏が名称を使用いたしまして1940年代に米国のコーエン氏が著書で紹介しております。先ほど申しましたようにポイントフィギュアは非時系列のチャートの一つでございまして。 かつですね価格の上昇を丸でなくてバ罰価格の下落を今度はバツではなくて丸で表しますのでしばらく慣れるまではですね上昇下落逆に見てしまうこともありますご注意いただければと思いますその値動きに関してはその3倍分逆方向に動いた場合 行を改めて開業して値動きのみを描画してまいります。ですので非時系列チャートになります。こちらのポイントアンドフィギュア実は日本の鍵足に発想が近いと言われております。参考イメージです。左が買いサイン、右が売りサインです。先ほど申しましたように上昇をバツ、下落を丸といたします。でその三つ分 逆方向に、今回は上回った場合、買いとなって、赤い丸の印が買開催になります。一方、右側見ていただくと、下げが丸、反発がバツ上げですね。でまた、再度、下落を丸に示しておりまして、三つ分、逆方向に動いたところを売りサインといたします。改めまして、バツが上昇、丸が下落ですので、ご注意ください。 次はボラティリティです。えー、ボラティリティとは、えー、まあ株価、まあ価格やですね、えー、まあ株価やその為替の価格変動のことを言います。まあ、えー、こちらはまあボラティリティという言葉自体が揮発性とかという意味になります。えー、ボラティリティとは一定期間における金融資産の価格変動率を指します。えー、ボラティリティ、えー、要するに変動率が高すぎますと。えー 一定のその期待収益率から、まあ運用資産自体が大きく外れるリスクが増します。一方、ボラティリティが小さすぎますと、期待収益率に届かない今度はリスクが増してまいります。お聞きになったことがあるかと存じますが。 過去の動きのことをヒストリカル・ボラティリティと呼びましてこのヒストリカル・ボラティリティとはまあ一定期間におけるデイリーベース日時の変動率の標準偏差を年率これをパーセンテージ単位で示した数字を言います。参考イメージをご覧ください国内の日経平均株価 ではです、ね、この日経平均ヒストリカルボラティリティ HV というものがございましてこの日経平均ヒストリカルボラティリティは過去20日間の日経平均の価格変動を示す仕様です。まあ、一般的に20を下回っていると低ボラティリティと言われましてまあ相場の局面にもよりますが。 まあ40を超えたり60を超えたりすることもございます右側をご覧ください米国の VIX 指数です、えー、ボラティリティインデックスの頭文字を取ってます、えー、お聞きになったこともあるかと思いますが、えー、この VIX 指数とは、えー、恐怖指数とも呼ばれておりますシカゴの、えー、オプション取引所が S&P500 を対象とする、えー オプション取引、まあ、オプション取引コールやプットが、えー、ございますんですが、えー、このオプション取引のボラティリティをもとに、えー、算出、えー、公表している指数です。まあ、先ほどの日経平均のヒストリカルボラティリティとまと、あ、水準感は、えー、似ている部分もありまして、まあ、20を下回っているとボラティリティが落ち着いているといったりもします。えー 場合によっては、えー、クレジットクランチ、えーまあ、要するに、えーまあ、相場が大きく下がるような局面になりますと、えー、このビックス指数が40や60を超えることも、えー、ございますのでどちらかと言いますと、えー、マーケットは、えー、下げ相場の方が、えー、ボラティリティが多うございますので大きな急落局面でこの日経平均のヒストリカルボラティリティや 米国のビックス指数が大きく上に跳ねることがございます次にボリンジャーバンドですあるその移動平均線に対して標準偏差を加えたバンドですこのボリンジャーバンドは1980年代に米国のジョン・ボリンジャー氏が考案したチャートですチャートを見た こことととがああるる方はは、えー、名前ぐらいはお耳にされたこともあるかと存じます、えー、移動平均線、まあ、基本的には短期の移動平均線を使います、えー、20日前後を使うんですがこの移動平均線を中心に、えー、その上下に、えー、標準偏差、まあ、データのばらつきのことを標準偏差と申しますが、えー、これの、えー、プラスマイナス1シグマおおよそデータのばらつきの 六十八パーセントと言われているのが一シグマです。いやプラスマイナス二シグマ、二シグマと申しますと今度はデータのばらつきの約九十五パーセントの範囲を示すと言われています。この一シグマや二シグマを移動平均線から上下に表示させたバンドをボリンジャーバンドと申します。一般的にこのボリンジャーバンドはまあオーライですね。 えー、ある程度値幅の小さなですね、えー、レンジ相場まあ大きなレンジ相場も、えー、可能性としてはないわけではないんですがレンジ相場というのは基本値、えー、幅、えー、一定小さいと、えー、言われるわけなんですがこのレンジ相場においての逆張り手法としてて一般的には使われております、えー、ここで重要なのが実はですね、えー、この考案者の、えー、ボリンジャー氏は この同バンドをですね強いトレンドを追随する順張りり指標とししてて提唱しておりますですので小さなレンジでこのボリンジャーバンドを活用するよりも1シグマ2シグマを上に下に離れたトレンドに追随する方がまあ大きな値幅が取れますよと考案者のボリンジャー氏が申しております。 意外だなと思われる方も多いかと思います要するにレンジそばで小さな値幅の中で小さな利益を積み上げてもうまくロスカットしないと積み上げた利益が飛んでしまうということをボリンジャー氏も申しております参考イメージをご覧ください左側がもしかするとご覧になられている方もよく使われている 逆張り仕様としてのボリンジャーバンドかと存じます先ほど申しましたように一シグマが約68%のばらつき二シグマが約95%のばらつきとしております一般的にはボリンジャーバンドは20日から21日短めの移動平均線を使いましてここを中心に68%、95%のばらつきのバンドを取っていきます まるでこの68%の1シグマの中で行ったり来たりするものですから売り買いのトレーディングツールとして非常に使いやすいとされているわけなんですが先ほど申しましたように公安社のボリンジャー氏はこの移動平均線から上げ相場であれば1シグマどころか2シグマ近くまで えー、上離れた上げ相場に追随してですね大きなトレンドを、えー、取るように、えー、考案者のボリンジャー氏も提唱しておりますはい、次は、えー、マック D です、えー、マック D とは価格の変化を示す移動平均線の収束発散法を指しますまあ読んで字のごとく、えー、マック D こちらは、えー、1970年代に米国のジェラルド・アペル氏が考案しました マック改めて内容を見ますとムービングアベレージのコンバージェンスダイバージェンスの略で移動平均線の収束であるコンバージェンス発散であるダイバージェンスを意味しております。MACD は長短の2本の指数平滑移動平均値の差を示しておりまして MACD のシグナルは MACD の指数平滑移動平均値 示しておりまして、マックディのヒストグラムはマックディとシグナルの差を示しております。マックディを活用して価格推移の加速や鈍化、方向転換を検知するのが一つの使い方とされております。今申し上げましたように、ムービングアベレージこれが移動平均値で MA ですね。コンバージェンスが収束。 ダイバージェンスが発散この頭文字を取ってマック D としておりますマック D の詳細を改めてご説明いたしますとマック D は超短2本の指数平滑移動平均値の差シグナルはマック D の指数平滑移動平均値ヒストグラムはマック D とシグナルの差としておりますまとめです えー、ポイントフィギュアは値動きのみを無用化する非時系列チャートの一つです、えー。ボラテリティととは株価価や為替のの格変動率のことを指します、えー、ボリンジャーバンドとは移動平均線に標準偏差を加えたバンドでございまして、えー、マクディとは、えー、価格の変化を示す移動平均線の収束発散法でございます。 次回の放送は6月の28日金曜日でございます。ぜひご視聴いただければ幸いに存じます。最後までご視聴くださりありがとうございました。それではあの中国というあの国のどのようにまあ理解するかということでありますが、まずあの最初のトピックということでありますが。 ちょうどあの今から1年前、ですね2022年の3月28日から6月1日午前0時にですね解除が封鎖が解除されるまでの間2か月余りにもわたって中国・上海市でですね都市封鎖、フォンチェンという現象が起こりました。総会の方を 始めさせていただいとおりますがよろしいでしょうか第46回通常総会の議長を務めさせていただきますどうぞよろしくお願いいたします実はこの金融知力普及協会というのは高校生向けの金融知識を普及する活動を行っておりましてテクニカル分析の重要性についてもぜひ案内していただきたいということで当協会も金融知力普及協会のま参上会員として協賛させていただくと